どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もまたこの小さなウクレレでいろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、ウクレレといえばやっぱりハワイアン弾きたい。ハワイアンの定番曲、やってみようと思います。On a little bamboo bridge。日本語のタイトルは、小さな竹の橋。そのまんまですけどね。こちらの、かっこいいんですよ、この曲。ハワイのね、香り立つみたいな感じの曲。しかも今回は、日本語バージョンの曲と英語バージョン、これミックスして、お届けしたいと思います。さらにいつものように2バージョン、日本語バージョン英語バージョン混ぜたもので、まずはシンプル簡単バージョンやって、後半はかっこいいバージョンの2バージョンやります。最後までご覧になってください。これはね、いいですよ。はい、いつも聴いてる曲、ハワイアンで聴いてる曲をね、このウクレレで今度自分で弾く、最高ですよ、これは。やっぱりね、皆さんぜひ楽器を弾きながら歌うっていう、この弾き語り、ぜひ体験してもらいたいです。ほんと楽しいんでね。だけど楽器難しそうだな、憧れちゃうけど、ちょっと私には無理そうという方、ウクレレ、ほんとに簡単なんですよ。これちっちゃいからいつでも触っていられるし。はい。で、どんな方も、今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネル見てたら、どんどんできるようになります。もうちょっとしたらここにリンクあるんですけど、このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、上から順番に動画見ながらウクレレ触ってるだけでどんどん弾けるようになりますから、本当楽しいです。ぜひ始めてください。YouTube ですから、いつでもどこでも見られるし、無料ですからね、YouTube で。スマホでも見られるし、はい。どんどんやりましょう。じゃあリンクあります。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。クリック。行ってらっしゃい。そこには私がすでに取りためたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がもうすでに1000曲以上、簡単レッスン動画としてもうアップロードされております。今日みたいなハワイアン曲はもちろんですけど、最新 J-POP、昭和の夏メロ、歌謡曲、演歌、定番 J-POP、洋楽、あとは映画の曲、アニメの曲、何でもかんでもウクレレで簡単でやろうとやってます。ちなみにハワイアンの曲まとめたらここに貼っておきます。ちょっとこれ興味ある方は言ってくださいね。で、いろんな曲探したいとき、さっきのリンクのところに行くと、いろんなジャンルボックスとかこう歌詞別とか曲名でいろいろ探せたりするようになってますので、自分の今まで聴いてたやつ、今度音楽ウクレレでやりましょう。さあ、早速いきます。ハワイアンソングの定番曲、小さな竹の橋、 On the little bamboo bridge、 ガズレレレシンプル簡単バージョンの方からやってみます。 Lips kiss the shore, a new reflex to melt the water, seem to say you'd be mine forevermore. On the little bamboo bridge by the water of Kaluar, you make my dreams come true. Sweet heaven, I found you. 1, 2, 日本語いきます。はい。小さな橋よ、竹の橋の下、川の水に流れてゆく、あの日の夢も楽しい思い出も、川の水に流れてゆく、彩りやがては消えてゆく赤いバラの花びら、小さな橋よ竹の橋の下、恋も夢も流れてゆく、 You made my dreams come trueWe have and I found you. Do 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 do. Yeah. せーの。ハワイアンの定番曲、
On the Little Bamboo Bridge 小さな竹の橋ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。いやーいいですね。こうのんきなこうハワイをもう感じられますけど、英語から日本語になった時にこのなんか世界観がやっぱバッと変わるのがね、また面白いなと思うんですけど、はい。でこれ英語バージョンの方はですね、もう様々な方がもうカバーしているんで、その気持ちよく歌える感じの、フィーリングをこう感じ取って、ご自身のタイミングで歌うのがこれ気持ちいいかと思います。動画と一緒の、テロップ、動画のテロップで合わせられた方もですね、自分に書いてみるのをおすすめしますからね。これね、書いてその自分だけで演奏するとやっぱりいいと思います。その時の参考になるようにちょっと見ていただこうと思うんですけど、まずこれイントロこんな感じで始まりまして、英語ですからね、ちょっと今日はね、英語はなかなかね、早口ですよこれ。挑戦してみてください、ぜひとも。はい、こんな感じで、今日の場合はちょっとね、テロップを書いた方がいいかもしれませんけど、一応さっと、このノートを写しますので、もし参考になればこれメモってください。ちなみにこれ下にくるっと囲ってるやつはいつも言ってるやつなんですけど、後半やるかっこいいバージョンではちょっとコードをこんな感じで転化していこうと思います。はい、ここもね、 F マイナーでちょっと出てきますけどね、かっこいいバージョンではこのコードを使っていきます。じゃあこの箇所、はいですね、これが英語バージョンのところで、ちょっとこのピンクのところですけど、最初の英語バージョンだけで全部やろうと思ってたんですよ。だけど日本語バージョンもやっぱり入れようと思って、ここまでやったら今度こっから日本語バージョンにここ飛んで、日本語バージョンが終わったらまたここエンディングをやろうということで、ちょっとこんな感じになっちゃったんですけど、日本語バージョンの方はちょっとね、省略系で、歌詞だけ書いてコードを書き入れたってことになってますんで、ご自身で書くときはこの表を作って日本語の歌詞を入れていく方がいいと思うんですけど、まあ一応こんな書き方もありますということでね、参考までに。で、一番最後のラスト、ここで、デルルッテレッテレッテレッテって感じでやったっていうのが、今のシンプル簡単バージョンでございます。はい。まあ、テロップの方がちょっと今日は分かりやすいかもしれません。じゃあ今日の出てくるコードこれです。結構多いんですよね。C と A7、F、Am、D7、G7、C7。ここまでで今やったシンプル簡単バージョンで。とはいえ、これで超絶簡単コードのグループなんですよ。はい。このコードは、ドン、これです。いつも出てくるやつ。ガズレレ必須コード。ガズレレ必須コードというのはね、皆さん、ウクレレで音楽を始めてみようと思った皆さんが、一番最初に覚えた方がいいコードのグループなんですよ。コードのグループ。ということは、1個2個ではない。これ、10個ぐらいあるんですよ。これちなみに言っときますけど、他の楽器ではこれ簡単コードじゃないですよ。ウクレレにとって、簡単です。はい。これ10個あるんですけど、10個もあるのって思うじゃないですか。安心してください。1個ずつ見たら超簡単。指1本で押さえられるコードもいっぱいあるんですけど、やっぱね、10個いっぺんに覚えようと思って、ちょっとコツがいる。私がしっかり解説している動画、ここにあっておきます。この10個覚えちゃったら、今日のもんでもうホイホイできるようになりますからね。これがまずファーストステップなんで、今日、ガズレレ必須コードをなんとかこう覚えていきましょう。で、今のはこのコードを使いまして、こう4つ引きでこうノリノリでやったということだったんですけど、さあ、こっからかっこいいバージョンに入っていきます。かっこいいバージョンでは1個コードが追加になります。F マイナーというコード。これはいつもちょこちょこ出てきてね、初心者さんの人がまず最初に突っかかるコードとして有名ですけれども、まず押さえる場所、ここと、ここと、ここの3箇所。こんな風に押さえるのが教科書通りということでございますが、私の場合、ガズさんはここをこう握っちゃう。親指上からグッと握ると。そうすると、こんな感じのコードになります。はい。F マイナー。親指で握る際は手首をちょっとこうグッと上に持ってくる。人差し指で押さえる場合は下げるというね。こう使い分けで F マイナー使っていきましょう。さあ、リズムになるんですけど、リズムはですね、これはね、ちょっといろいろ迷うところなんですけど、結構シンプルに、すごくシャッフルっていうのはリズムがチャッカ跳ねてるリズムで8ビートのチャという風にやってみようと思います。こんな感じ。こんなちょっと軽やかな感じ、こんなね跳ねてるリズム、ルンルンビートとかいう風に私言ったりしますけども、まあシャッフルの8ビートのチャ、この弾き方でやってみようと思います。これかっこいいですよね。あと曲自体はシンプルなんですけど、さっきも言ったようにこのコードがちょっと増えるところ、ここをですね、ちょっとこんなハワイアンっぽい感じで、ちょっとここ弾いてみますね。こんな感じ。次の箇所は、C から G7、C から C7 みたいなこんな感じとかね。ちょっとこうハワイアンっぽいノリで、こう、こうシャッキシャッキシャ跳ねたリズムの8ビートのチャというリズムを使ってやってみようと思います。そしてポイントになるのはですね、一番最後のガズレレオリジナルアレンジで、これルイ・アームストロングバージョンのエンディングをちょっといただいたんですけど、これ、これ、
今の響き、1弦の5フレットだけ押さえて、これ C アドナイスっていうコード名になるんですけど、これで終わるとかっこいいかなと。で、テレレテテレテテテダウン。こんな感じで最後の音、これ C アドナイス。これ1弦の5フレットだけ押さえて全部いくというエンディングのコードで終わろうと思います。はい。こういうところで、ちょっとキラッとね、これ、渋いところを入れるということで。はい。さあ、それではやってみましょう。ハワイアンの曲。On the little bamboo bridge 小さな竹の橋ガズレレリュー。かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー。On the little bamboo bridge by the water of Kowar, beneath the Hawaiian skies, I fell in love with you. On the little bamboo bridge by the water of Kowar.Found a paradise, a paradise for two. While we are gathering in the water, the silver reeds to kiss the shore. A baby facts chilling on the water seem to say you'll be mine forevermore. On the little bamboo bridge by the water of Kalua.Make my dreams come true. See how that I found you. 日本語で小さな橋よ竹の橋の下川の水に流れてゆくあの日の夢も楽しい思い出も川の水に流れてゆく長い年も月も水面を彩りやがては消えてゆく赤いバラの花びら小さな橋よ竹の橋の下恋も夢も流れてゆく You made my dreams come true Sweet heaven I found you トゥルルレッタラトゥレッタラタラ Yeah! せーの、ジャカジャン On the little bamboo bridge 小さな竹の星ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。やっぱりこの曲はこの8ビートシャッフル感したこのね感じ軽やかにこう踊りたくなっちゃうやつです。これこのぐらいこうねルンルン気分でやっぱねルンルン気分でやらないとこのねビートはねなかなかこう出てこないですよ。こう上っ面ではやっぱりこう体中でこれハッピーな感じでこうルンルンやるのがいいと思います。皆さんこれ大いに楽しんで歌いましょう。日本語版もちょっとかわいらしい感じで、ね、歌いやすい日本語ですから、はい、どんどん歌いましょう。ありがとうございます。さあガズレレ関係のお知らせですけど、ちょっと最新情報としてはこのリュックサック、ちょっとこれ例のコロナウイルス問題でちょっと流通が止まってまして、今ねちょっと予約注文一回できなくなっております。ちょっとご案内も出してますので、ホームページご覧になってください。すいません。あとほら使ってるねこのガズの若者ウクレレ、こちらの方も、事前予約注文受け付けているものもありますけど、ちょっと、ね、品切れを起こしているものもあります。すごい今種類が増えてますんで、ね、ちょっとその辺もご確認くださいね。よろしくお願いします。イベント情報、2月16日今度の日曜日、埼玉県川口市イオンモールでガズレレイベント開催。もう相当な数の お申し込みをいただいております。ありがとうございます。まだ入れますんで、ちょっと迷ってる方お一人くださいませ、ウクレレ持ってきてください。今回は8ビートの特訓っていうね、ちょっと虎の巻もやりますけれども、基本的にはもうみんなでワイワイ楽しい、いろんな私がね今後のね皆さんの音楽人生がなんかこう変わるような、なんかこう題材になるようなこともいっぱいお話しして、もう本当にねいいイベントになると思います。ぜひ皆さんお越しください。お一人様も大歓迎、お仲間同士家族同士ももちろん大歓迎でございます。お待ちしております。はい、イベントはこの風にどん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 続いてきます。水戸に行って、佐賀に行って、葛西、どんどんやります。皆さん、イベント、ぜひ来てください。会いましょう。一緒に歌いましょう。よろしくお願いします。あと、ガズレシピというガズレのアプリ。こちらの皆さん、だいぶご活用いただいているようで、も本当に大感謝です。とりあえず、アプリのダウンロード自体は無料になってますので、ちょっとひとまずね、落とすだけ落としておいてください。これからこっちもどんどんパワーアップしていく予定でございます。あと、リットミュージックから出てるこの本ね。この本、これ。これももう累計でこの2冊合わせてもう5万部に迫るという勢いで大ヒットを進んでおります。これもご活用ください。これね、とにかく簡単楽しい楽。これ
につきます。音楽は音に楽しいと書いて音楽ですから、楽しんでいきましょう。はい、そんなことでとにかくガズレレホームページね、ガズレレ .com を見ておくといろいろ分かりますんで、よろしくお願いいたします。はい、寒くてなんかいろいろウイルスとかあるけれども、音楽で免疫力アップ、やっぱり好きな歌を歌って楽しいってことが免疫を上げるわけです。そうやって、いい世の中にしていきましょう。ありがとうございます。さようなら。